新しい生徒さん？妻のひな子、ひな祭りのひな。翻訳を手伝ってくれることになった矢野文子くん。はじめまして、海子。だったらふーちゃんね。冷たくて気持ちいい。好きだわこの手。いらっしゃい、ふーちゃん。お邪魔してます。お昼は？はい、そう、昨日ね、豚の角煮を作ったの。角煮？うん、美味しくできたからお腹が空いたらおやつに食べてね。終わりそう？もうこんな時間か。みんなで騒ぎたい気分なのに。豚の角煮絶対食べてね。ありがとうございます。すっごい、ぴったりじゃない。ちょっと短すぎませんか？洋服も靴もサイズが一緒だなんて、私たち双子の姉妹みたいだと思わない？私、ふーちゃんみたいな妹が欲しかったの。ふーちゃん、汗かいてる。ふーちゃんの鼻柔らかいのね。ふーちゃんの鼻柔らかいのね。ヨーロッパの田舎の家みたい。じゃあこの別荘はひな子さんのお城ですね。そうよ、夏だけの私のお城。私の大好きなしんちゃんとふーちゃんしか住めないの。変なの。変よね、昔からそうなの。田舎に住めよう。少し休んだら？背中スースーするんですけど。大丈夫よ、素敵。熱はないみたいね。後でアスピリン飲むといえば。大丈夫、ちょっと二日酔いなだけだから。はい、ふーちゃん。ひな子さん、家に泊まっていて。愛の中身が違うの。いや、